ムラダー・ボレスラフは、チェコ、中央ボヘミア州の都市。イゼラ川の左岸に位置し、プラハの北東50キロ地点にある。ドイツ語での読みはユングブンスラウ。10世紀半ば、ボヘミア港ボレスラフ2世の王城として、町が建設された。プラハ近くに、ボレスラフで知られる城がすでにあったため、新しい城は古いボレスラフ城と区別するために、ムラダーと名付けられた。 15世紀には古いボーレスラフ城は、スタラー・ボーレスラフとして知られていた。町は1334年と1436年に一部都市特権が認められ、プラハから北部ボーヘミア、ルサティア、ブランデンブルクへと向かう道路上の要所となっていった。16世紀、町はフスハの流れを組むブレスレン連合協会の中心地となった。 17世紀に再度カトリック化された後、町の人口が減少した。17世紀と18世紀、ムラダー・ボレスラフは重要なユダヤ人中心地だった。この時代、町の人口のおよそ半数がユダヤ人だった。19世紀になると、ムラダー・ボレスラフは、イゼラ川のエルサレムというあだ名をつけられた。1634年。 ヤーコップ・バシェ・ビフォントラウエンベルクがハプスブルク朝初の最初のユダヤ人貴族となった。彼はムラダーボーレスラフのユダヤ人墓地に葬られている。19世紀に新たな繁栄の時代を迎えた。町には重要な地域の中心地として新たな学校、劇場、美術館ができ、ラウリンクレメント社の自動車工場が創業した。 1948年の共産主義革命後、町は人口減少に悩まされたものの、1990年代以降は改善に転じ、チェコ有数の裕福な都市となった。ありがとうございます。